はい、こんにちは。まやチャンネル、まやはるです。で、今日はこちらですね。うん。宇宙戦隊キューレンジャーの太陽&月の力。デラックス、光キュー玉です。はい、こちらすでにテレビ本編で出てますね。うん。光キュー玉です。月モードと太陽モードがありますね。はい。で、おもちゃショーでもこれはもうすでに見てたね。うん。うん。音声などはまだ確認できてないので、今日聞いていきましょう。はい。どこいっしょ。はい、こちらがデラックス、光キュー玉ですね。はい。はい。結構かっこいいね、うん、メタリック入ってますね、はい、金色とこちらが赤色になっております、はい、裏側がこんな風になってますね、はい、ここに絶縁シートがありますね。早速取りましょう。せーの。この月の方のここにあるのが太陽ボタンだって、太陽の方にあるこのボタン、これが月ボタンだって、うんうん、じゃあまずは太陽ボタンからいきましょうか。せーの。おお、単体で鳴るんだね。次は、はい、ここから今の2つ抜いて12種類の音声が流れる。全部で14種類の音声が流れるんだって。じゃあどんどんいきましょうか。はい。ほう、次は、うん、あ、サソリオレンジもこれ使うことがあるんだ。そうだね、そういうことだね。どんどんいきましょう。いいよ。はい、これだね、うん、今の14種類ですね、はい、3つの交換をプラス11人のキューレンジャー、あ、キューレンジャー11人のキューレンジャー、はい、うん、の交換音が鳴って入ってます、はい、じゃあ今度はこれをディルルルリルリルとやって月モードにしてみましょう、はい、お願いします。ゴー。おお、なるほど。で、こっ、うん、そう、こっから、はい、キューレンジャーの効果音になるね。かっこいい。かっはい、以上の14種類ですね。はい。では、星座ブラスターで音声聞いてみましょう。まずは太陽モードからいこうか。はい。せーの。はい、ここでもなるのかな？じゃあ、ゴー。お、両方なる。うん。で、これを押す？うん。両方鳴ってる。すごい。いきます。うん。失敗だよこれ。はい、じゃあもう一回やってみましょう。はい。もう一回。で、これを倒すんだね。前に倒す。これがすごい、うん、サラウンド
で、もう一回前に倒す。なるほど、これで変身だ。ああ、よかった。どういう意味だったか。これはちなみに召喚とかできるのかな。じゃあ。どうぞ。ああ、はいはいはい。じゃあ、ドッキング。一緒だね。あ、鳴っちゃうんだ。お、そっか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 。前に押すのあるんだ。じゃあ今度は特殊攻撃やってみましょう。はい。じゃあ。じゃあ必殺技。はい。はい、じゃあ、はい、じゃあ次はどうした。おお、じゃあ次は月モードやってみましょう。はい、ゴー。よし、これでせーの。はい。いいね。今回ちゃんとここ光るからいいね。うん。うん、連動してる。他は一緒かな？だね。うん。そうだね。これ前倒さないようにして。そうだね、うん、じゃあ次は特殊。同じだね。そうだね、必殺。太陽月日食って言ってた。はあ、忘れてた。それテレビでも日食でこうやって光と太陽がブーンって大地に当たってたもんね。ああ、そっかそっかそっか。はい、じゃあ念のためルーツエーダー持ってきました。はい、行きましょう。はい。でも挟めないよね。あ、取れちゃう。え、これが邪魔になってる。なるほど、クッションになっちゃってる。うん、あ、本当だ。入んない。入んないね。じゃあこっち。入んない。ダメです。手で押さえる？一応。シシレッドムーンになっちゃったけどね。一応できた。まあ無理やりだけどね、うん、はい、ということで今回は宇宙戦隊キューレンジャーの太陽&月の力デラックス光キュートマでした。あれ、普通のやつやん。あれや、なんだか失敗ですな。失敗。ということで、今日の動画が面白かったのとか気に入ったのと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてください。
あげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回以上でございます。バイバーイ。